今日は命の尊さを考え育てていく日にしてください。死亡に至らしめた。今読んだ内容に間違いありませんか？いいえ。お前さ、人の幸せ奪っておいて自分だけ幸せになるつもりか？死んだお子さんの名前ご存知ないんですか？でもうちの息子は無罪ですから。いじめた相手が死んだらどうすんの？僕がやるんだよ。それなら今の私とはもう会えない。こいつと私の心配ばっかりしてるけど、ケツキの命のこととか考えたことがあるんですか？あなたは何を謝りたいの？